葉山赤星赤崎だよ赤星はシャシティーお願いしますということでラーメン福龍と呼びます本店です。福龍さんはい埼玉県新座市にあるお店ですね。新座ね福龍というのはね諸葛亮の子供の時のあだ名ということで知らなかったまだ捨ててる理由ということですが朝霞46分新座から46分というところにあります。ちょうど中間にあるあるんです。はい。45分ではないんですね。46分間違いないこれは。まあ駐車場もあるんですけども、ひとまずのところ大正圏ルーツとした優勝圏のインスパイア系メニューでお店を出したのが福龍本店さんでございます。はい。ということでメニューは福龍ラーメン野菜増しの特製汁カルシウムバンとあるということですが、こちらにですねチャレンジメニューというのがあるんですね。これはもう頼まんざるを得んぞ大食い系ですね。これを狙っていったんですけど私は今回はチャレンジメニューを選択ということで攻めるね。そう味が4つ選べるんだね。チャレンジでも選びます。はいで私が選んだのがチャレンジメニューの黒醤油野菜油にんにくネギは全部増し増しということなんですが他に醤油味噌塩と選べますチャレンジだよね。で内容はですね麺3玉で通常よりも多めの野菜や豚、これをスープ以外完食できるとラーメン無料券がもらえるんですね。で私は通常にさらにコールをしてさらに増してるというチャレンジの上にはいもう増しちゃってるよという病み上がりですよ。病み上がりなんだけどもやらなくていいことをしてるどんどん自分を攻めていくんでね、ちなみにこちら通常サイズでございますが昔はなんか30分以内に完食すると無料だったので今はそういうのないらしいです。なるほどはい自分との戦いということでカリッと炙ってあって非常にジューシーなバラ肉から食べてます一口でいっちゃいました。これカリカリで美味しいですね。タレの染み込み度とかはマイルドなんですけども油が少なめでねちょっと食べやすい豚ではありました。どんどんいきます。これに黒胡椒をかけて先ほどお気に入りのダイレクト黒胡椒で豚化粧していきますけどもやっぱこのカリカリの元からある食感に黒胡椒の弾ける食感も合わさってですね奥歯ですりつぶすのがまた楽しいですね。非常にいいです。胡椒をね胡椒はいどんどんいくよ野菜ねでこう思いっきり上から掴みますがこれが熱いすんごいだこの量はきついだろうねだいぶああもう量でさらに熱いしねこれキャベツは入っておりませんもやし 100% なんですが中になんか細かいね肉そぼろがあったんですね。なので何かこう肉そぼろを一緒にあえた時の熱かもしれないです。めちゃくちゃこもってます中にで輪切りのネギねこれもコールできるんだけどもこちらとの食感ねこれがザクザクして非常に楽しいお野菜でございます。もやしだけじゃないそうだねあこれですよこれが黒醤油ですね。真っ黒なんですがちょっと濃そうに見えるじゃないですかね。なんですけどむしろマイルドなんですね。でこの黒醤油の正体なんですけどこれがなんとね中国のラオチュウワンというカラメル入りの醤油であるようなことが書いてあってですねじゃあすごい濃い醤油ってわけでもないっていうそ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 う結構中国では一般的な調味料らしい。ためになるなぁ調べたったねあ、続いて麺いきました180、360、540、70、220ということで720まで増せるんですが120はすごいねはいチャレンジは520ですはいチャレンジより上があるチャレンジよりまあ上がありますねはいスルスルもちもちと非常にこうなんだろうすりやすいですね。結構太めのね麺だけどね見た感じそうやっぱり大正圏系なんで太めのストレート麺というのが特徴的かな。ただねこの麺のエリアに入ってもまだまだ暑いんでまあ野菜食い切ったからといってね思いっきりすすって油断するとやけどするぜっていうようなね大人の火遊びみたいな勢いねあちちってなるやつね。それすすってるけどね。まあ水と交互に飲む人もいます。ね。あまり熱いから。あ、ここでちょっと聞いてください。あ、すみません。もしかしたらニンニクが入ってないかなって。はい。という具合に入ってなかったんで、セルフニンニクをいただいたんですが、なんとですね、他の人の投稿を見たんですよ。福龍さんのね。なんか皆さんニンニクが丼に入ってなかったんですよね。ホールというかそういうの自体はあるんですよね。あるあるある、店員さんにホールもありますって間違いないんですね。そうなのでスープの中に溶け込んでるタイプか、あんまりみんなそれを知らないんじゃないかと、ニンニクが混ざること自体入れてないまだ調査中なんですよ、それは。なるほど。はい。あ、ちなみにこの運営福龍さんの運営をしてる会社は回転寿司ガッテン寿司と同じ会社です。あれ、はい、しのすけということですね。はい、ということで、しょっぱレベルはハテナということで、ね、もうバグったか、合点がいかないので、1なのかなみたいな、11とかじゃない、バグりまくってるっていうね。というのもですね、お醤油なんですけども、なんかあんまつんざくようなしょっぱさがなかったんですね。大丈夫ですよね。醤油がそうなんですよね。醤油がそうなんです。赤星の下が。あ、ではないです。皆さんテイスティングしやすい醤油です。皆さんテイスティングしないの。結構しやすい。皆さんしないから。しないかな。あえるようにこうね、麺にかけたら、それはそれで辛め度は上昇したので、まあ僕は入れてもいいかなと思いますけどね。はい。でラストの半熟卵。あ、うまそうこれ。とろとろで非常に美味しかったですね。でスープをちょっとこうね飲んで、ほぼ飲んでる。いや結構まあまあまあ簡易ではないですけども、だいぶ濃いですねやっぱりね。ああ、色的にはね。色的には。はい。ということでマシマシレベル、麺量はすごい多いんですが、まあニンニクや豚力と計算すると 86.6、 チャレンジメニュー。はい、チャレンジメニュー90のなんか行くか行かないかぐらいが平均的なイメージがですよね。大ラーメンで一番実は満腹度に応えてくるのって油なんですよね、やっぱり。ああ、それなんとなくわかりますね。でこちらの福龍さんでは油そこまでなんですよね。ちょっとすっきりめなイメージはあったね。そう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 。まあマシマシ度としてはその油の量で低くなったんで80度。ああ、そういうことか。量的には申し分ないというか。そうですよ。なのでチャレンジメニューとは思えないことなんかね、サクサク編集してるとはいえ、まあ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 、一旦ちょっとね食えるかどうかみたいな葛藤はありそうだね。いつも通りの動画みたいな。そうだね、チャレンジなのに。ああ、まあでもこれはね、僕は今ヘビーライトヘビーライトでいくことにしたんで、今回はライトなんでこれチャレンジですよね。チャレンジですけどヘビーじゃないのこれ。ヘビーではなかったかな、個人的には。ライトライト前より食えるようになった。ああ、なのかそば食ってる時代何だったんだろう。そばで苦戦したことはだからなかった。安心の、はい。あ、まあこれだからライト次はヘビーです。はい。ヘビーなんで、次の1店舗を皆さんねご期待くださいということで、福龍本店さんでございます。ごちそうさま。